コロラド州、レッドビル付近アーカンザス川は、アメリカ合衆国を流れる、全長約2344キロメートルの川で、ミシシッピ川の主要な支流の一つである。コロラド州に発し、南東向きにカンザス州、オクラホマ州、アーカンソー州を横切って流れる。ミシシッピミズーリ水系で2番目に大きな支流で、 その流域面積は50万5000平方キロメートル近くある。アメリカ合衆国内では4番目に長い川である。アーカンザス川は北アメリカ中央を流れる長い。流れの中で流域によって3つの異なる景観を持つ。水源はコロラドロッキー内、レーク群のレッドビルの近くにある。原流部では、 ロッキー山脈を流れる急流で 193km の間百4 0 0 m の高低差がある。コロラド州のキャニオンシティで山地から出て、アーカンソーのグランドキャニオンの異名を持つ大渓谷、ロイヤルゴージに入る。この区間では春と夏にラフティングが行われる。中流はコロラド州とカンザス州を流れる。そこは大地上の大平原であるグレートプレインズに位置し、 広い浅瀬があり、季節的な洪水を起こす。支流には、カナディアン川やシマロン川、ソルトフォークアーカンザス川がある。下流域下流部では重要な都市である、カンザス州ウィチタ、オクラホマ州タルサ、アーカンソー州のリトルロックを流れ、ミシシッピー州との境界でミシシッピ川に合流する。合流地点は、アーカンソー州の史跡ナポレオンの場所にある。アーカンソー州も、 アーカンザス川も綴りは同じくアーカンソーである。しかし、常にアーカンソーと発音されるアーカンソー州と違い、アーカンザス川はアーカンソーと呼ばれることもあればアーカンザスと発音されることもある。特にカンザス州ではアーカンザスの呼び名が一般的になっている。アーカンソー州リトルロック。ありがとうございます。